皆さん、こんにちは。小森です。今日も日本語の勉強をしましょう。今日はレッスン29課の新出語彙、ニューボキャプスの発音をします。皆さんも新しい言葉をたくさん繰り返して練習して、そして覚えてくださいね。では、始めましょう。はじめは動詞です。壊れます。椅子が壊れます。The chair break. 壊れます。break. 椅子が壊れます。The chair break. 割れます。break or smash. ガラスが割れます。glass break. 切れます。break, snap. 紐が切れます。The string break, snap. 破れます。tear. 紙が破れます。paper tear.汚れます。get dirty. 服が汚れます。the dress get dirty. 鍵がかかります。be locked. 混みます。be crowded. 道が混みます。the roads be crowded. 空きます。be empty. 道が空きます。the roads be empty. 落とします。drop or lose.捨てます。throw away. 拾います。pick up. 間違えます。make a mistake. 皿。plate. 茶碗。bowl. コップ。glass or vessel. 瓶。bottle. ガラス。glass material. 紐。string.袋 bag ズボン trousers ポケット pocket 靴下 socks 手袋 gloves 財布 wallet 定期 season ticket 手帳 pocketbook 書類 document今の電車 The train which has just left. 一両目 The first carriage. 二両目 The second carriage. 網棚 Rack. このくらい About this size. このくらい About this size. 会話構いません Never mind. In response to すみません When given as an apology.本当だ。You're right. Used to acknowledge the correctness of a person's remark. よかった。Thank goodness. Used to express a feeling of relief.、これで1回目が終わりましたので、2回目は日本語だけを発音しますので、繰り返して発音の真似をして練習してください。壊れます。椅子が壊れます。割れます。ガラスが割れます。切れます。紐が切れます。破れます。紙が破れます。汚れます。服が汚れます。かかります。鍵がかかります。混みます。道が混みます。空きます。道が空きます。落とします。捨てます。拾います。間違えます。皿、茶碗、コップ、瓶、ガラス、紐、袋、ズボン、ポケット、靴下、手袋、財布、定期、手帳、書類、今の電車、1両目、2両目、3両目、網棚、このくらい。会話、構いません。本当だ。よかった。これで、第29課の新出語彙の発音を終わります。
今日も子守の授業を聞いてくださってありがとうございました。役に立ったと思ってくださった方はいいねボタンを押してくださいね。またもっと子守の授業を聞いてみたいと思われた方は登録の方よろしくお願いします。 Please subscribe。 ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。